宇都宮辻幕府旧跡の石碑が建てられている、宇都宮稲荷神社宇都宮寿司は、鎌倉にあった小道の一つ。宇都宮寿司は、鎌倉時代に、鎌倉の鶴岡八幡宮から由比ヶ浜に向かって、南北に伸びる若宮王子の二の鳥居のすぐ南側に、あった小道で、若宮王子とその東側の小町王子の間を、東西に結んでいた。下谷国宇都宮社の新職で、 平安時代末期に刑で西門の城を務めるなど、鎌倉幕府は第三大執権北条康時によって、それまでの大倉から、宇都宮津市に南面する北側の地に移転され、宇都宮津市幕府と呼ばれた。現在は、宇都宮津市幕府後に、宇都宮稲荷神社が鎮座しその面影を残す。1180年、関東一円を平定した、源頼朝は、 鎌倉に入って、大倉に館を建て成長を、整備、1192年に、後白河法皇が崩御すると、正位大将軍となり、鎌倉幕府を成立させた。以来34年にわたって、大倉に幕府成長が置かれたが、1225年12月20日、その前年に、第三大執権となった、法条康時は、現氏政権から合議制を旨とする。 執権政治への移行を目指し、大倉の幕府成長を、鶴岡八幡宮の南側、北条独創家居宅の近隣地に移転した。この移転先の成長敷地が、宇都宮津市に南面していたことから、この新幕府成長は特に、宇都宮津市幕府と呼ばれる。宇都宮津市幕府が生まれた背景には、将軍家となった、源氏内部と鎌倉幕府創立機の立役者たちの、 間での政権構想が一因にあった。1219年に、苦行に襲われて落命した第三代将軍源元サネさの後を継ぐ源氏血統の後継者はなく、代わりに皇族を継から迎えようとしたが、後鳥羽上皇に拒絶され、結果的に、源氏の流れを組む苦情よりつを迎えることとなったが、当時よりつはまだ2歳であったため将軍不在期間が生じることとなった。このまも、 政権を取ったのは、幕府総指揮の中心人物たちであったが、京で上級の乱が起きた混乱期に、第二代執権の宝城義時が死去、幕府軍の総大将として上落し、六原短大北方となっていた宝城安時は、急遽起草し、第三代執権となった。安時は、混乱を収めるため連勝を置いて合議制の方針を表明したが、翌年の1225年夏、 幕府の中核となっていた、北条政子や大江広元が、相次いで死去。この流れを断ち切り新規一転を図る目的を、一員として、同年に、宇都宮津市への幕府成長移転が行われた。こうして、移転から9日後の12月29日、九条頼常は、宇都宮津市幕府で元服を迎え、翌年1226年に第四大将軍に就任した。 宇都宮寿司幕府は11年間続き、この間に安時は御成敗式目の制定や、鎌倉の都市整備を手掛ける。そして宇都宮寿司幕府は、同じ安時の手によって、若宮王子幕府へと引き継がれる。一説に、若宮王子幕府は、この宇都宮寿司幕府を増改築したものであったが、若宮王子に西面する作りとなったため名称が変わったと言われる。ありがとうございます。